よいしょ。じゃあ、やります。なんか斜めってますけど。これはテクニカルプログラムになりません。今日のジャーナルクラブは、アプローチってやつをやります。で、これで大変なことですね。ん？邪魔なやつ？あ、こいつ？アドリーナルをずっと首を長くして待っていて、で、結果が出て許さなくて、まあ、かなり限られた集団しか聞かないんだろうなって言って話が終わったっていうのが。で、読んだよね、アドリーナルぐらいね。っていう、前回までのあらすじは、アドリーナルが出たけど、一体どうしたらいいのかなっていうので、同時期に出ていたと。あ、そうっす。あ、いいんです。これから話します。で、前回、2月のいつだったか、ジャーナルクラブをやったんですけど、アドリーナルっていう研究が出たんですね。敗血症に対する 、セプティックショックに対してハイドロコルチゾーン投与したら死亡率改善できるのかっていうので、まあ、ジャーナルクラブをやりました。で、これが出たのが、オンラインファーストで出て1月の19日に、ニューイングランドジャーナルメディスに出て、同時期に、ネット中継の講義もあって、まあ、集中治療系の人たちはみんなでこうやって盛り上がってたという状況で、まあ、結果としてはですね、この論文では90日後は変わらないというような結果が出てました。一方で、セカンダリアとかムの、ショックの離脱が1日早くなって、人工呼吸も1日早くなって、輸血が何か知らんけど減って、ICU 滞在も2日減るというところで、死亡は変えないけれども、いいこともちょっとあるというような結果で、世の中の人たちが使わない方向に動くのか、使う方向に動くのかということを議論したかと思います。結局、うちの ICU としては、短期的に、まあ、ショックとか人工呼吸器が外れるっていうのは短期的な、まあ、利益ですよね。で、結局90日でその短期的な利益が消し去って死亡に影響を与えないっていうことは、長期的にはもしかしたら悪いことをしているのかもしれないというのがアドリーナルの我々の解釈でした。なので、で、かつ、まあ、かなり優れた RCT だったんですけど、まあ、外の評価は 定義付けされてなくて、ちゃんとその外取れてるのっていうので、利益と害のバランスを考えると、限られた条件でアテンディングが使おうかっていう時ぐらいしか使わない、まあ、素人は手を出さないっていうのが、前回、我々でまとめた知見でした。で、一応アドリーナルは費用対効果論文が今後出るっていうことだったので、まあ、例えば ICU 滞在が1日減るとか、ショックの離脱が1日早くなるとかで、まあ、患者にはあんまり大きなメリットないかもしれないけど、社会的なインパクトはあるよっていう話だったら使おうかっていう話もしていた矢先に、3月1日に、アプローチ、読むんでしょうか、アプローチトライアルが出て、こっちも読まんとダメやんということで、ジャーナルクラブに至ったわけでございます。ちなみにフランスでやったので、さっきからこの読む。さて、イントロダクションですけれども、まあ、敗血症の定義が変わったことは、皆さんご存知の通りますけれども、感染に対する宿主生体反応の調整不全で生命を脅かす臓器障害と、2016年に定義されました。で、その中でソファスコア2点以上どうかというのが定義に組み込まれています。この敗血症で一体どのぐらい死ぬのかというと、一応定義の論文では、大体40%強、敗血症性ショックで死ぬということが分かっています。なので、社会的にも大変インパクトの高い疾患であると、症候群であると考えていいんですが、その他にも長期生存した人たちでも半分ぐらいの人たちは、認知機能障害を引き起こすということで、生き残っても、死んじゃうかもしれないし、生き残っても、辛い。
ていうようなことが敗血症の、社会にかける負担としてはすで、に報告されています。で、敗血症の治療で、ザイグレスっていう薬があって、2011年に市場から姿を消すんですが、イーライ・リリーっていうところが出した、まあ、リコモジンのなんか元祖みたいな薬ですね、市場としては。で、このザイグリス活性化プロテイン C っていうのが、出た経緯はプロレスっていう RCT で死亡率を改善するということで、をみんな使おうぜって言って、まあね、熱狂的に使われたんですが、その次のアドレスっていう先で、おやどうやらちょっとなんか有意差がないぞというので、FDA がちゃんともう一回きちんと検証しなさいっていうので、プロレスショックっていうのやったら全然有意されます。どっか重症アドレスが重症度が低いから効かないんやっていう言い訳をしたんです。低い分で効かなかったから25ですね。で、ということで、2011年に、ダイグリスは市場から消えています。というようなところで、敗血症の治療は抗菌薬、液晶圧剤以外、今まで、効果を示した、治療薬剤というものは基本的には存在しません。で一方で、ステロイド使うのをよく目にするかと思うんですけれども、ステロイドは比較的、好意的に使う人と否定的に使わない、否定的だと考えて使わないっていう人たちが、3分の1ずつぐらいアンケート調査だというそうです。で、ステロイドの大いなる歴史はウェブで詳しく書いてあるので各自学習してくださいっていうのは前回と一緒で、一応簡単にまとめると、パルスやると死にますよ。で、低用量だとアナンが2002年にやった研究だと効果があるよって出ていて、その次の研究者ですね。で、その次のコルティカスっていうので、検証すると有意差がなかったよっていうので、ただどちらもショックの離脱は早いから、比較的好意的に捉えられて、SSCG でも推奨されるし、 SR をやってみると、有意差があるよっていうプランと、クリティカルケアだとちょっと有意差なかったよと、邪魔でも有意差なかったよと、まあ、混在するわけですね。というところで、ステロイドの効果、期待されるものとしては、ごめんなさい、右側だね、離脱とか早くなるけど、感染とか代謝も怖いから、まあ、こういうののバランスで一体死亡率がどうなるんだっていうのは、まあ、全然分かってませんでしたっていうのが今までの、流れになります。で、そのステロイドは絶対に効くんじゃいっていう、フランス、インド系のフランス人がいて、それはアランさんなんですけど、まあ、その人たちがステロイドを、使えることの正当性のために自分たちで RCT を組んでやったのが今回の RCT になります。で、セプティックショックに対してハイドロコルチドンと、フルドロコルチドンですね、を、投与することで臨床的アウトカムを改善するというのが彼らの仮説です。で、今回 2x2 ファクトリアル RCT なんですけど、セプティックショックに対して、活性化プロテイン C も、臨床的アウトカムを改善するっていう両方の仮説を検証するために 2x2 をやってるんですけど、途中で、活性化プロテインが市場から姿を消したので、2008年からやってます。17年近くですね。そうなんです。ということで、途中でこの仮説2の方は消えるので、まあ、ちょっとあんまり考えなくてもいいです。ということで、本文を読んでいきますが、今回の研究のピコは、ICU 入室7日以内、これ7日以内で、確信か疑心とされて24時間以内です。これはアドリーナルと一緒ですね。
で、ハイドロコルチゾンを完結投与し、50mg6 時間置きと、フルドロコルチゾンを胃管から50マイクログラム入れるっていう。1日だと200mg。そうです。で、あとは、カゼカプロテインは24マイクログラム、まあ、これ忘れましょう。と、プラス5を比較して、90日の死亡割合を見てます。それね、今回あれなの、ハイドロコルチゾンとプロテイン性ありと、2倍2です。なしなしなし。ありあり。今回の解析は、はい、アリアリ分との差し違い。そうです。そうです。フルドロコルチゾンがアリなしでどうかっていうのは、そうですよね。ああ、そうです。あの、やめてギュッてしちゃいました。4軍になってたのを途中で2軍に変更してます。じゃあ、活性化プロテイン性必ず入ってるのね、介入軍には、100円入ってます。途中でやめてる。じゃあ、アリアリ。そう、ありありというわけで、ちょっと後で図に出します。メソッドですけれども、デザインは多施設の二重模型プラセボ対象群の4群平方の 2×2 ファクトリアル RC です。で、フランス34施設で2008年から2015年までやってました。で、2011年に DA が、市場から撤退したので、これどないしようっていうので、1回試験が5ヶ月間休止してます。で、その後、じゃあくっつけてやり直す、いや、あの、途中から仕切り直そうっていうので、試験がまた進行しますけども、中間解析の時点で、あれ、なんか有意差つかなくないっていうので、1回止まります。90日死亡のアウトカムがつかないかもしれない。ハイドロコルチゾン、フルドロコルチゾン VS プラセボ。関係ないです。っていうので、1回試験が、中止というか、中断になって、解析の結果、なんかちょっともう少し進んだらいけるかもというので、また再開になってます。そんなこんなで、計5年やってます。で、スポンサーは、公的資金で、製薬会社からの提供は受けてません。で、インクルージョンクライテリアですけど、一応18歳以上 の同移植可能な年齢からの、対象者で、ICU 入室7日以内で死んだから24時間以内で、セプティックショックの診断の、定義が、臨床的微生物学的に感染と証明、これはアドリーナルとしてですね。で、ここからが重要で、連続6時間以上で各臓器の総発作が3、今要はドルアドがつながると3点がつくし、人工呼吸器官になるとおそらく3がつくので、まあ、そういう集団というイメージですね。あと RRT がついても3になるので、ノルアド RRT という人たちと、おそらくノルアド、人工呼吸器みたいな集団になるんだろうなというふうに、まあ、これから、なんとなく想像がつくわけです。で、もう一つ、血圧のショックの定義が重要で、昇圧剤は最低6時間使用して、かつ、0.25 マイクログラムキログラムパーミニッツを超えている者たちだけ、もしくは、1ミリグラムパーハーを超えている者たちだけっていうのが、ステロイドの投与、ステロイドの組み入れ基準になっています。まあ、ジェラードコンセントもありって書いてます。デパラコンセントなんて無理で、かなりスピードに進むから多分取れないですから。で、エクスクルージョンクライテリアですね。やったら多いんですね。多分あのカテカプロテイン C を投与するあれもあってですね。出血リスクが高い人たちは除外されてます。手術されたとか。消化管出血の既往があるとか、肝硬変があるとか、頭の中に何かありそうとか、血小板が低いとか、まあ、そういう人たちは、除外されてしまいます。あとは一般的な除外基準で、妊娠とか、パリエイティブケアの人たちとか、1ヶ月以内に死亡が高い、これどうなのかなと思うんですけどね、コルチコステロイドが 30mg を1ヶ月以上使われている人たちが除外されています。なので、結局、なんか、ステロイドカバーいるかもねみたいな人たちは除外されてるっていうのは覚えて、研修医には覚えておいてほしい。で、ランダム化はウェブベースの調和割り付けで、ブロックランダム化でサイズが8です。4群割り付けでコンシメントはありです。
で、マスキングは、40儲け点です。で、一応薬剤は識別不能なバイアルにしていて、区別がつかないようにチェックしようというふうに、まあ、書いてあるんですけど、アドリーナルはめっちゃここ丁寧に書いていて、まあ、そういうところのこう差を感じる論文ではあります。薬剤師と看護師が薬剤を調合して投与するっていうようなこと。一応なんかこれでアワーはするんですかね。マンニトール、リン酸、ニナトリウム、リン酸ナトリウムでプラス5してるんですけど。まあこんなものを、プラス5として扱った。で、今回も、7日間で原料なく終了ということです。で、まあ、これは忘れましょう。一応こんなことをやってみましょう。で、一応、両軍共通の項目として、やっぱり彼らはあのコルチコトロピンテスト好きで、これをやると。で、これは別にあの前回のアナンとかコルチカスみたいにノンレスポンダーとレスポンダーを分けて解析するっていうわけではなくて、サブグループでコラビロノンレスポンダーはこんなにより効くんだぜってことが言いたいがための、事前の検査です。で、あとはプラクティス2008年に始まったので SSCG 2008に従ってます。血糖4時間前測定で 150mg/dL で、培養後に抗菌抗域抗菌薬を投与することと、オープンラベルのステロイドエネルギー、まあ、その他の抗凝固みたいなものは使わない。で、抗血小板薬が必要だったら、それは臨床に任せる。あとは、難治性の程度を除いて、筋弛緩も使わないということになっています。おそらくあの、ステロイドの筋縮の、筋縮っていうか、最終 AW みたいなものをしっかり測定したいがために除外したんじゃないか、除外したんじゃないか、使わないようにしたんじゃないかなと思います。で、結局、2×2 ファクトリアルスタディなので、まあ、こんな感じに、左側は全部ハイドロコルチゾン、フルドロコルチゾン群で、DAA がありなしになるんですけど、これ、あれ、ここじゃないか。っていう感じになります。予定でした。で、一応、主要評価項目は求人死亡率です。死亡割合です。で、セカンダリーアウトカムは、ICU 死亡28日、108日単位割合と、ウィズホールド、ウィズドローの方針など患者の割合、それから28日死亡です。で、あとは昇圧剤の使用期間で、英語で言うと、バソプレッサーフリーデイズアライブアット28、90日です。と、あと、ソーファスコパの、それと、バソプレッサーフリーデイズアライブは、FDA の解決症治療の薬剤ですけど、まあ、最近、まあ、ほとんど入ってます、最近。で、ソファでも同様にやってるのと、人工呼吸器官でも同様にやってます。で、ICU も、ICU フリーデイズアライブとホスピタリティフリーデイズアライブで、で、セーフティーエンドポイントは、90日までの、腸感染、新規敗血症、新規のセプティックショック、それから消化管出血、神経学的異常を、測定しています。あと高血糖ですね。輸血単位数は調べてます。輸血単位数で調べる方がセンスいいですけど。消化管出血とかその時間というのは、それによって消化管出血、例えば、脳の人間、最近、あと、現実中にかかるとか。対して、まあ、消化管出血を体大気の話したわけではない。単位数っていうエンドポイントが、そこに変わるのが、10単位使ったら誰が出てくるか。こちらの方が数値がいいかもしれない。
般的にだってサバイブセクスキャンペーンガイドラインの2008年の話にされて、韓国人が日本に帰れて、それを構成して、そういうことは、サブグループはノンレスポンダーと市中肺炎と ARDS です。統計解析ですけど、プラセボ群の急性期死亡率を 45% と設定しています。まあ、フランスの敗血症の死亡率こんなもんなので、まあ、妥当かなと思います。で、ARR を 10% で、アルファは 0.5 で、ごめんなさい、95です。で、2×2 ファクトリアルデザインで、サンプル数を1群320なので4群で1280としています。で一方で、2011年に、コルチコステロイドとプラセボの DAA が市場から撤退したので、2群比較に切り替えというのを、プロトコールを途中で、変えてやっています。どんな感じかというと結局こんな感じになっています。で、こっちが500人ぐらいでこっちが100人ぐらいでこっちも500人ぐらいでこっちが、100人ぐらいみたいな感じです。トータルの N は減ります。必要サンプル数は減ります。はい、で、感度分析してないのと、ITT の、一応 ITT は知っていて、事前のサブグループの解析案も出してるし、プロトコールも出してました。中間解析は400人時点で行うということです。で、リザルトですが、1671人をスクリーニングして、1241人が組み入れられています。一応ここに書いたのは全部一応除外基準に当てはまって、除外されていくわけですが、51人がちょっとよく分かんない理由で除外されています。で、1241人がそれぞれ、524、こっちがその、活性化プロテイン C ありの人たちが103と105で割り付けられるんですが、結局のところ、解析はこのぐるっと回すところで解析になるので、614と627と627と614で、90日死亡の解析に、627で数字変わってないので、一応 ITT 解析はされています。脱落率は 2.3 じゃなくて 2.88 です。で、キャラクタリスティックスを見てきますが、だいたい年齢が66ぐらいで、我々見てる敗血症はだいたい75歳ぐらいです。内科が8割です。多分 DAO の除外基準で手術とかいろいろ入ってたあれもあって、っていうのとメディカル ICU が多かったっていうのがあって、ほとんど内科患者っていう集団で、サプスは56です。ちなみに我々が見てるの50ぐらいです。で、総波は11。で、我々見てるの9ぐらい。うちより高いけども重症。高いけども。10歳ぐらい若くて、より重症。より重症ですから。他は無職物で、やはり中で体重は、75キロぐらいですね。で、自宅からの ICU に、自宅から球外経由で ICU 入ってくるのが 50% で、院内からは 50% ぐらいの、集団なんです。で、市中感染がなので 75% ぐらい。で、総波11。で、感染がですね、結構偏ってるんですね。まあ、フランスあるあるじゃないかなと思うんですけど、肺炎、尿路、腹部で、この間のアドリーナルは、肺炎3割、腹部が 2.5 割、尿路は1割満たないみたいな数字だったと思います。で、ノルアドレナリンがですね、えらいことになってますね。ノルアドが1マイクログラムパーキロパーミニッツ使われてるんですよ。
で、体重が中央値で75だったので、はい。メディアンです。で、これなんでかっていうと、なんでかじゃないな。体重が、75キロなので、僕らの感覚でいくと75足つながってるという状態ですね。で、これなんでかっていうと、フランスはノルアドを際限なく上げるっていうプラクティスをしてます。なので、ノルアド単剤で、しかも単剤です、これ。バソプレシン 0.2% しか使ってない。単剤で、偉いとこまで上げていって管理をするというようなことをやってらっしゃいます。アドレナリンだと2マイクログラムパーキログラムパーミニッツ使ってるみたいです。メディアです。平均じゃありません。で、なのでかなりちょっと感覚としては小圧剤の使い方は違いますよと。あとごめんなさい、書いてそこ出してませんけど、まあ、人工呼吸も9割以上されてるんです、フランスらしい特徴なのかもしれないですけど、大体人工呼吸器みんなついてます。で、あとは、RRT が3割ぐらい、3割弱やられてるような集団だということです。まあ、そういうふうに考えてもかなり重症な、敗血症で RRT やってると結構重症な分類に入ってるような集団。さて、90日の、死亡割合でしたけれども、結局これ有意差ついたんですね。49% がプラセボで、43% が、ハイドロコルツノン、フルドロコルツノン群です。で、RR が 0.88 で、NNT にすると17でした。一応信頼区間の幅を見ると、まあ、かなり1に近いところにはいて、ちょっとずれると、有意差はなくなるんです。フラジャリティインデックスを計算すると3でした、ね、っていうような、アウトカムになっています。で、生存分析でも有意差がついていって、セカンダリアウトカムを見ていくと、簡単に言うとこんな感じでほとんど有意差つきましたよと。一応赤い方がついてます。赤い方がついてます。っていうので、細かく見てみると、ICU 死亡割合も院内死亡割合も、長期の180日死亡割合も、一応有意差を持って、低下していると。アドリナルの良かったのは、多重検定だからっていうので、ボンフェローにちゃんとやってたんですけど、今回は別に 0.25 です。で、一応人工呼吸器の離脱も早くなると。あ、ごめんなさい、違うね。ショック離脱が早くなります。で、人工呼吸器の離脱も早くなります。で、臓器障害の改善も早くなります。で、セーフティーエンドポイントで有意差がついたのは高血糖だけです。で、他の、90日までの腸感染とか、神経敗血症とか、神経のセプティックショックとか、そういうものに関しては、あとはあれですね、あの神経学的異常ですね、長期の神経異常に関しても、有意差はありませんでした。当然、高血糖はステロイドを使った群で多かったというような結果です。でも 81% VS89% みたいな、150を1回でも超えるかっていう。あんまり そこまで大きく変わってなかった。151回でも超えるかっていうのは、誰でも超えるよみたいな。はい、サブグループアナライズですが、アナンさんの仮説でもあったノンレスポンダーですが、残念ながら全然変わらないというような結果でした。ノンレスポンダーはもともと中別にそんなに気にしなくていいんじゃないかというような話で、ところで撤廃です。はい、だそうするとでもアナンの主張もちょっと変なんですよね。ノンレスポンダーだから効くはずだっていうようなところからステロイド始めてたのに、別に関係ありません、でもステロイドは効きますっていうところには行き着いてます。で、市中範囲があれでも関係ある。
というところでディスカッションに入っていきますが、結果をまとめると、まあ、脂肪が改善しますよということ と、ショック2日早くなります。でウィーニングも早くなります。でウィーニングじゃない、人工呼吸器離脱が早くなります。でソーファースコア6になる、日にちも2日早くなります。6未満になる、で脂肪に関しては RR0.88 で NLT が17です。で、まあ、今回自分たちがANAN2002でやった研究と、それ以外の研究では、有意差なかったのに今回は有意差がつきましたっていうところで、なんかめちゃディスカッションがめちゃくちゃ下手くそなんですよね。読むと本当かいって思うんですけど、なんかハイドロコルチゾンの生理学的なところをたくさん書いて、簡潔であることとフルドロコルチゾンがいいんじゃいっていうことを書いてます。あとは集団と、重症度と集団の違いが、まあ、今回有意差を出せたことの、原因じゃないかという。なので本当はなんかリミテーションとかもっとちゃんと書いてほしいんですけど、ほとんど書いてません。で、リミテーションはハイドロコルチゾン、フルドロコルチゾンと活性化プロテインの相互作用はわからないということで、まあ、この研究の結論としては、一応求人脂肪割合を改善するというふうにしています。ここからインプリケーションですけど、今回の研究の内的妥当性としては、RCT は結構しっかりはしてるんですね。ランダム化されてるし、隠蔽化されてるし、マスキングもしっかりされてるんです。されていて、長期のハードアウトカムで、意図した重症な集団が組み入れられてました。で治療のアドヘアンス出してませんでしたけど、96% くらいです。で、まあ、もし突っ込むとしたら、出血リスク患者が除外されているので、副作用は小さく見積もられている可能性があるということと、まあ、副作用の測定方法がしっかり書いてる、プロトコールみたいなのが書いてなかったので、まあ、ちょっと害については分からないというところ。あとは、まあ、フラジャイティインデックス3、これどういうことかというと、3人脂肪が、ハイドロコルチゾン群で増えると有意差がなくなりますというような数字なので、N を大きくしていくと、もしかしたらまた有意差つかないというところに到達する可能性があるんじゃないか。外的妥当性に関しては、フランス単位国です。さっき見た通りノラドがえらい使い方をしている国で、オーストラリアの敗血症性ショックの死亡率はやっぱり 30% 前後で推移しているのに対して、フランスはいつも 50% 前後死んでいて、あの国では一体どういう敗血症を見ているんだろうというのを思ったことがあるんですが、重症度の違いですか。でもやっぱオーストラリアのステップショックはやっぱり相関 97% ぐらいされていて、それでも30、ノルアドが15マイクログラムパーミニッツを超えるのが半分以上いて、それでも3割5分とか死亡率なの、なんか根本的に違うんじゃないかなと、ちょっと次第はあります。あとは、組み入れ終了まで7年を要しているので、治療の変遷がありますよというのと、まあ、2008年の SSCG に下がっていて、今の現状に即していない可能性がある。それから、除外基準が多くて、外的妥当性が多分低くなっているはずだろうということと、昇圧剤の投与が 0.25 マイクログラムパーキログラムパーミニッツで始めて、組み入れ時点では1マイクログラムパーキログラムパーミニッツになるような集団っていうのは、まあ、僕らの肌感覚としては、要はですね、15ぐらい、ノルアド15、体重50キロで、15速で来てる人が、まあ、6時間ぐらいの過程で、みるみる75ぐらいまで上がるような感覚症には、ステロイド効くんじゃないか。でこれがどのぐらい来るかっていう と、フランス34施設で7年間で1241例なので、年間5人ぐらいですね。なので、かなり、ちっちゃい集団にしかハイドロコルチゾン効かないっていうことは、なんとなく分かる。で、治療の変遷に関してなんですけど、一応フランスの死亡率はずっとそんなに変わってないので、トータルで 45% 前後ずっと行ったり来たりしているので、あまり治療 の、 その質が上がったり下がったりによって、変わっているということはあまりなさそうかなと。で考えると、ハイドロコルチゾンいいじゃん、買おうぜってなるのかなと思うんですが、まあ、問題はアドリナルをじゃあどういうふうに捉えたらいいのか。
というのでアドリナルとアプローチを比較してきますが、アドリナルの死亡率、求人死亡で大体3割弱で、アプローチは、40% 強死んでるような集団です。まあ、死亡率という時点で一つ集団が異なっています。で、他を見てみると、これはあんまり、これは結果としては、ショックの離脱早くなりますよというのが共通項目としてあるのと、ICU 滞在も1日ぐらいちょっと早くなりそうですよというのがあるのと、出血のイベントはそんなに量分で差はありませんよということは、まあ、共通の項目かなと思います。違うところを見ていくんですが、これもほとんど変わらない。まあ、地域が違うんですけど、ショックの項目ですね。アドリナルではノルアドレナリンの投与量を基準にしてません。で今回は、ノルアドレナリンの投与量を規定したことに一つ集団、そのハイドロコルチゾンが効く集団というのを特定する手がかりがあるんじゃないかなと思います。で走破に関してはこれ多分人工呼吸器つけてノルアドレつけたらどっちも6点超えるのであんま変わらないかなと。であとは組み入れが、6時間以上使ってるっていうのがステロイド、昇圧剤が基準なので、おそらくそのぐらい使ってるような重症度じゃないと意味がない。でさらに見ていくと、まあ、フルトロコルチゾンが追加されてるからええんじゃいったなと私は言ってるんですけど、自分たちでやった RCT で一回指定してるんですよね。2011年の研究で一応これもプロバリツーなんですけど、やらされた、一応ハイドロコルチゾン単独 VS ハイドロコルチゾンプラスフルドロコルチゾンっていう RCT で、120ぐらいの RCT なんですけど、1群が有差なしというようなことになってます。まあ、そんなに大きく変わりはないというふうに思っていただいていいんじゃないかなと思うので、フルドロコルチゾンの話は忘れましょう。で、サップスがですね、アプローチが56で、アパッチが23から24なんですね、アドリナルの方は。で、この2つはどうしたらいいんだということなんですけど、一応線を引いてみると、アドリナルの重症度はだいたい 50% ぐらい予測死亡なんですけど、アプローチの方はまあ 55% 強ぐらいの死亡率なので、サップとアパッチを適当に並べてみても、ちょっと死亡率はやっぱ高いのかなという。で、内訳見てみると内科が多いんですけど、これはなんかちょっとよくわかんないですね。内科患者が多いっていうのが、じゃあその内科患者だから聞いたのかっていう話に結びつくかという話。あんまりこれはよくわかりません。で、問題はこれだと思うんですよ。アドリーナルは15マイクログラムパーミットを超えている集団が半分以上なんですけど、どのぐらい その量だったかというのは分からないですね。書いてないですね。で、アプローチの方は中央値が1使っているので、まあ、かなり高容量、ランダム化時点で使っているような集団になっています。これが一つキーになるんじゃないかなと思っていて、まとめると、組入れ基準としては、0.25 マイクログラムパーキログラムパーミットを、使っていて、昇圧剤は6時間以上使っているというような集団で、でその間隔でかつ、ランダム化する6時間時点でランダム化するので、多分8時間目ぐらいには、ノルアドの量が75ぐらいになっているような集団、僕らで言ったら多分2剤目併用しているような集団では、ハイドロコルチゾンは低くかもしれないねっていうのが、今回の結果として言えるんじゃないかなと。計算してみると、だいたい僕らの感覚で19速ぐらいで、実際は75ぐらい、使ってるということです。で、アドリナルのサブグループでも確かに15個ってる集団では効くかもねっていうことなので、まあ、これは正当性があるんじゃないかなと。で、そうすると図にしてみると、6時間から24時間で、一つノルアドのマイクログラムパーミットしてるんですけど、大体この辺に入ってくるような人たちは効くんだろうと。
で、なので、ちょっと上がって下がる人たちはハイドロコイツルいらなくて、で、ここが75のラインなので、まあ、こんな感じでグイグイボルワード必要よっていう人たちはいるんだけど、おそらく、なんか25ぐらいでくすぶって終わったねっていう人たちにはハイドロコイツルいらないんですよ。で、多分このスレスレの15を通っていく人たちも、多分ハイドロコイツルいらない。っていうところで、今回の研究からですね、多分ここの15から75ぐらいの幅を持って、調和剤がいる人たちにはハイドロコイツルが効きそうだってことが分かったんですけど、じゃあ一体どのぐらいの容量から効くのかっていうのは分かりません。ということで、他のコンセンサスとして、ノルアドどのぐらいになったら始めようかっていう結論を出そうっていう話をしてたんですけど、科学的にはまだ分からないというふうにお答えするのが正しいかな。で、その上で考えるんだったら、まあ、だいたい20足ぐらい超えたら、で、6時間使ってたら、ハイドロコイツルを入れたらいいんじゃないのかなっていうご提案ぐらい。ということで、まあ、アドリーナルで一つ分かったことは、そんなに効かない。で、盲目的に入れても、人工呼吸器プラス昇圧剤4時間程度のインクルージョンじゃ効かない。で、アナムみたいに結構よりシビアなやつには、ちょっとは効果ある。っていうところにが、まあ、2つの研究で分かったかなと思います。ないです。内服だけです。なんで上昇するの？あるっけ？ないでしょ。はい。そうでもナイフで入れてますよね。で、多分このノルアドのカットオフどの辺だろうっていうのは IPD メタをやると分かるんじゃないかなと思って、きっと誰か敗血症の偉い人たちがやってくれるんじゃないかなと思って期待してますかなと。で今後、ハイドロコイツルに関するアルシダもないでしょうというところなので、おそらくこの結論で揺るぎなくなって、あとは観察研究で保管されていって、どうなるのかなというところかなと。ということで、じゃあそんな感じのプロトコールにまとめご質問ありますか？自分たちのプラスの保険会社が大事になってましたけど、結構その まず大事なバックグラウンドを触れてないけれども、フランスではハイドロコイツルやってみるのが非常に大事だと使うって、会社は今のように全く勝手にスタンダードを使うんですよ。それはもうフランス人とのクエスチョン。フランスのスタディでやってるのは、この名詞の原因っていうのは、疑問も足運びの違い、それが彼と言う。指定されたのはヨーロッパ全体で他国籍、他
比較的厚いでフランスがそのうちの一つの国。フランスのヨーロッパと多国籍が多いだけでそのクラスで研究してない。その研究ではしていた。フランス人はあれからそのようになった。フランス人ってそもそも何も研究してない。あとは、この研究が2008年スタートなんです。コルティカスじゃない、そのフルドコーチゾーン入れてたやつの時間が2011年。だから多分時期がずれてるんだけど、でもその両方の著者で穴が入ってて、で、今回のそのディスカッションにもフルドロコルチゾンラブみたいなディスカッションを書いてるから、多分穴の頭の中で何も変わってないなと。で一応そのニューイングランドのエディトリアル書いてる人もフルドロコルチゾンも指摘されてるからその話は置いといてっていう前振りでその重症度で調整したアイドロコルチゾンを考えようねみたいなのを書いてます。クレディットじゃないの？はい、S から始まる人でした。S から始まる人でした。俺は知らない人でした。それからぜひ持ち帰ってください。